はい、皆さんこんにちは、ソーヤンです。今回は青島バックトゥザフューチャー2デロリアンの車体帯状装置作成の様子を紹介します。ナンバープレートと忘れていたホイールキャップ他のデカールを貼ります。小物部品を組み立てます。帯状装置塗装の準備として、シルバーを残したい箇所にマスキングします。
ミディアムブルーを吹きます。シルバーとミディアムブルーを残したい箇所にマスキングします。フラットブラックを吹きます。
マスキングを除去します。アクリル系のクリアトップコートを拭きます。エナメル塗料を使って筆で塗り分けます。いちいちトップコートしなくても拭き取りできそうなので、そのまま塗り分けることにします。はみ出しを拭き取ります。エアブラシ出すのが億劫だったので、ラッカー系のトップコートを拭きました。墨入れします。
余分な墨を拭き取ります。アクリルトップコートを拭きます。帯状装置に組み込む LED を用意します。シャーシ下部の点滅箇所に使った表面実装タイプの LED にリード線をハンダ付けします。血栓した LED を UV レジン液で装置部品に固定します。
Φ1 の光ファイバーに紙ヤス240番で傷をつけます。加工した溝に光ファイバーを詰め、開けておいた接着用の穴に裏側から UV レジン液で光ファイバーを固定します。LED 発光面にクリアブルーを塗ります。メッシュ板をゼリー状瞬着で固定します。同様に車体横の装置を組み立てます。長めに組み付けておいた光ファイバーを現物合わせでカットします。逆サイドの装置も組み立てます。
光ファイバーをカットします。メッシュ板を固定します。今回の作業はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、ソエンでした。